今年の青森のリンゴすんごく高いです。今近所のスーパーで、ここ第三地青森のスーパーの値段が今税込み279円しています。279円だよ、ほぼ300円だよね。リンゴ1個300円 L サイズ、まあまあ普通にみんなが想像するようなリンゴのサイズで、300円。青森だよ、ここ青森だよ、青森市ね。日本の半分のリンゴは青森で生産されてるんだけども、その土地であって大産地であっても1個300円するっていう異常な値段です。10年前俺静岡行った時に、そこのマックスバリューで、まあ、L じゃないな、多分 S サイズか M サイズか M サイズかなぐらいのサイズの大きさのリンゴは150円で売ってて、ってびっくりして、その当時だったら、青森だったら70円、まあ、80円ぐらいで買えるかなっていうサイズだったのが、今 L サイズ、サイズは違うけれども1個300円ぐらいするっていうさ、もうとんでもないとんでもない値段になってる。でこの原因は夏の猛暑で、まあ、いろいろ聞いて回ったんだけれども、リンゴねバタバタ落ちてしまって、特に袋にかけたやつ、あの幽体って袋ね、リンゴのミニ袋をかけて守るやつやったのはどんどん落ちたっていうのを JA の直売所の人から聞いて、で俺の知ってるリンゴ農家さん、有機のでやってる、有機農家のリンゴ農家さんもどんどん落ちていって、例年の1割とか2割しか取れなかった。まあ有機だから農薬あまり使わないからね、使わないから、袋を毎年一生懸命かけてるんだよね。だからこそ落ちたのかもしれないけれども、まあ、っていう状況でリンゴがねものすごくないっていう状況で、高くなってて、直売所でも1個 L サイズぐらいかなで200円してました。今また上がったかもしれないけれども、でそれでも綺麗なリンゴで200円とかじゃないのよ。やっぱ黒い斑点のポツがあったり傷があったり、それでも200円っていうさ、さっきのスーパーの写真のあれでも見てて、色の塩梅が、やっぱちょっとね色上がりが悪いなとか、黒いポツポツ、なんかの名前の黒いなんたら病気ってあったはずだけど、まあ専門じゃないからちょっと忘れたけども、そういうの出てたりとか、まあ、要は一級品の、まあ、A 品って言えないようなものでも、まあ、B 品、普段だったら B 品って安売りするようなものでも200円から300円っていう値段になってるの今青森でね。これが東京とかだったら輸送費とか、かかるしね、いろいろあるんだけれども、ここ日本一の産地だよ。その産地であっても直売所に行っても200円、近所のスーパーで100円なんか超えたのめったになかったのが今300円ぐらいになってしまってっていう状況なのね。でこれは猛暑によるもの、異常気象によるもので、これこういうことがどんどん起きていって、俺は食料危機につながるっていうふうには、まあ、前の動画でも話してるし、普段から身近で話してるんだけれども、まあ、本当にいよいよ来たなっていう感じで、これがまださ、農家さんには悪いけど、リンゴ農家さんには悪いけど、リンゴだからまだいいのさ。リンゴは贅沢品なのさ。リンゴがなければ死んでしまうっていう人って、まあ、ほとんどいないと思うんだよね。リンゴで加工品作ってるとことかだったら死活問題だけども、リンゴは必需品じゃないのさ。景気が悪くなれば桃とかリンゴ農家さんっていうのは売り上げ落ちるっていうのは聞いてるのさ。それは贅沢品だからなのね。なくてもいいわけだ。これがね、米とか野菜とか、まあそういうもの、まあだから味噌作る大豆とかそういうものが不作になってしまえば、米の値段が上がりました、野菜の値段が上がりましたって、普段から食べてるものの値段が上がれば、贅沢品の果物ではなくて日常で食ってる、食べている必要なもの、欠かせないもの、米とか野菜とかそういうものが上がってくれば、もうこれは大変だよね。まあ上がってるんだけど、でもまだリンゴほどの上がり方はしてないかなっていう感じ。上がってはいるけれどもね、値段ね。でこのリンゴの影響がね、まだこれからまた出てくると思うんだよ。リンゴの影響っていうか、猛暑による、異常気象による影響っていうのが出てくると思うの。去年2023年、すごく猛暑で雨が全然降らなくて、発芽した大根、キャベツ、白菜、もろもろ発芽した瞬間、次の日には枯れて、日折れて、水やりしても焼け石に水、まともに収穫ができなかったっていうので地獄を見ました。
俺と畑を持ってる社長ともうがっくりして、もう仕方ないんだけどもね、トウモロコシも小さくて、人間も熱中症になったりでもぐったりで、これ以上は無理だなと、ね、体力的にも金銭的にも野菜の生命力的にもこれはもう無理だねっていう状況を味わったのね。で、今年2024年どうなるかはわからない、今年は風の年だっていうふうに言う人もいるんだけれども、風がいっぱい吹いてね、要するに青森で言うと山瀬って言って冷えるかもしれないっては言ってるんだけども、冷えるんだったら対応はできるからいいんだけども、 俺とすればね、ならそれが冷えて雨がいっぱい降るのか、それがもしかしたらね、異常気象で気候自体が、空気の流れ自体も水分量もいろいろ変わってるわけだから、もしかすれば風の年にならない、今までの経験から言えば風の年かもしれないけども、それにならないでまた猛暑になるかもしれない、これはもうわからない、今までの過去のデータは役に立たないんだから、もう新しい気候に変わってしまった、異常気象に気候変動になってしまったから、過去のものはね、参考にはなるけれども、それを鵜呑みにはできない、でどうなるかわからない、これは困ったなっていうので、まあそれでもやるんだけれどもね、畑はね、ということで、その農家農家で読みが外れて失敗することが増えてくると思うんで、また値段、野菜の値段上がるっていうこともあると思う。だから異常気象、要するに環境破壊っていうものは、悪くなることはあっても良くなることはないと思うんで、皆さんもちょっと覚悟して、ね、今年はよく2024年はいい年になるかもしれないけど、来年以降悪い年になるかもしれないし、今年も2024年も悪い年になるかもしれない、ずっと悪い年が続くかもしれないという可能性はある、十分にある、でこれははっきり言ってわからない、気象予報士さんもすごく難関の気象予報士の資格取った人も結構外してるじゃん、天気予報見ればね、俺もしょっちゅう変わるから毎日毎日毎時間毎時間見るぐらいなんだけれども、コロ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 変わってて読めないからね、今年は暖冬になると思ったら10年に一度の寒波が来ましたって、この10年に一度の、暖かさが来ますとかさ、ね、もう聞いてる話となんかよく分からなくなってきたりとか、そういうことに何を信じてもうまくいかない状況、誰も気象予報士さんだって農家さんだって過去の経験データから基づいてこうなるだろうっていう話をしてるんだから、過去のデータが役に立たない、通用しないぐらい気象が変わってしまってるわけだから、鵜呑みができない、何も、だから何がどうなるかわからない、で、まあ長かったけども結局それでまた異常気象でものすごい暑さ、ものすごい雨が降るとか、ものすごい冷えるかもしれないし、それでなってくると異常に極端な気候になれば、野菜の生産、米の生産、まあ、このリンゴみたいにね、今年のリンゴみたいに300円してるリンゴみたいに、異常に高くなるかもしれない、物がなくなっていくんだから、生産できなくなっていくんだから、寒くなれば米がやばくなるでしょ、例外って言って、で寒いと野菜はまあまあまあでやれるんだけども、高熱野菜とかあるぐらいだからね、寒くなればリンゴとか野菜とか良くなるだろうけど、猛暑になるとね、去年2023年みたいに物がない、値段が上がる、あちこちで引っ張り合い、物の引っ張り合いで値段がどんどん高くなっていくっていうことが起きてくると思うんで、本当にみんなで家庭菜園やった方がいいよって俺は思うんだよね。もしくはそういう農家さんと仲良くなっておく、畑を持ってる人と仲良くなっておく、で野菜の栽培する知識経験を積んでおく、プランターでもいいから、ね、何かしらやることを考えた方がいい。そうでないとみんな物、お金で物が買える時代が終わりかもしれないっていうことを俺は心配してるのさ。だから農家でね、リンゴバンバン落ちたとか、大根が枯れた、キャベツ枯れた、白菜枯れたってね、言ってるけれども、トウモロコシしちゃったって言ってるけども、食べれるものはあるから、育てれば。売り物にはならないな。だけれども、食べれるものはある。できる、作れるから。ね。だから売る目的でやるんじゃなくて、自分で食べる目的で、そういう知識、技能、技術を身につけてほしい。本当に。今すぐ勉強してやってほしいなって思います。本当にこのリンゴに300円はびっくりした。もうありえないもん、100円超えるっていうのが、子供の時から見てリンゴ1個スーパーで100円超えるっていうのがさ、まあ物価高いろんな影響もあるけれどもさ、わあびっくりした。で物がバンバン落ちてるんだもん、シリアルのおかげで1割しか取れないって、もう異常事態で、こういうのが
ポツ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 っていうか、常態化するとは思うんで、それに備えて家庭菜園をやるとか、もしくは山菜のある場所を覚えておくとか、前の動画でも喋ってるんだけども、本当にやばいなってさ、俺は危機感で、ね、15年ぐらい前に、このまま行けば食べ物をお金で買える時代は終わるなって思ったから、それ、自分で食べ物を作る術を身につけよう。で、輸入にほとんど農薬とか肥料も頼ってるから、それに頼らない有機栽培、自然農法とか、そういう自然農、自然栽培、いろんな栽培方法は名前あるけれども、有機栽培を学んでおこうっていうことで15年前行動したのね。で、その15年の知識を皆さんに共有してると感じだけども、いよいよ来たかなっていう感じ。15年前の俺、なかなかいいとこ見れたよって思うけれども、本当に備えあれば憂いなしだからね。異常気象、気候変動、これは良くなることはないと思うんで、今の状況、経済状況っていうか世界の状況を見てればね、みんなそう思うと思うけれども、悪くなることはあっても良くなることはないと思うんで、備えておいた方が俺はいいと思います。だから家庭菜園をやる、プランター1個でもいいからやる、そこで経験を積んで勉強して、例えば畑が空いたところが近くにできた、すぐそこにやりますってこう手挙げられるように準備をしておくって、これもまた自分の身を守ることになるし、普段例えばスーパーに買い物、ね、ウィンドウショッピングするのが趣味だとか、パチンコ行くのが趣味だ、ゲーセン行くのが趣味だとかあるかもしれないけど、その時間を少しでも野山に出て、これが食べられるものだとか、これは食べられないものだとか、どう食べれば美味しく食べれるかっていうことを勉強しておくのも、ね、冗談じゃなくて本当にね大事だと思うんで、そういうことをやってほしいなと思います。で、俺も野菜を、俺自身やる部分では、野菜を販売する目的でやるんじゃなくて、今までお世話になった人には、お譲りするさせていただくけれども、自分で食べる、自分のためにやっていこうって、自分で食べるものを確保するために畑をやって、そこでのあることを YouTube で出していくっていう感じでいこうと思ってます。野菜を売って儲けようじゃなくて、自分の身を守るための、農作業、農業っていうか、そういうふうにやっていこうかなと思っています。でも他のお金に関しては別の仕事ね、一般廃棄物持ってるから、遺品整理とか、屋根の雪下ろしとか、除排雪とか、これ YouTube とかでお金は稼いで、で食べ物お金で買えないような状態になってくると思うんで、俺はそういう風に栽培して、自分で食べるものは自分で、育てようかなっていう方向にシフトしていこうと思います。今年から、2024年、今年からね、そういうふうに思ってるんで、皆さんももしこの食糧危機、これから先異常気象でもうプロの農家さんもお手上げ状態っていう人もいっぱいいると思うんで、自分の身は自分で守るっていうか、そういうふうにやった方がいいなっては思います。だからリンゴとかも輸出してる場合じゃなくて、その輸出を国の方でね、ちょっと待って、国民のためにね、供給させてくれないかって、差額は補填するからとかやってくれればいいんだけど、国の方もそういうのやる気ないと思うんで、やっぱり自分である程度は確保していく力をつけるっていうのは大事かなと。これが食糧危機の対策かなと。15年前俺はこうなるということを思ってたけれども、なってほしくなかったけれども、なるなと思って準備したのが今になって生きてきたなっていう感じです。だから皆さんも、もし本当にこれやばいなと思うなら、ぜひ家庭菜園チャレンジして、でチャンスがあればサイズの大きい畑を借りてやってみるとかね、ジャンプアップする、ステップアップしていくっていうような、その準備を始めてほしいなって。いきなり畑を買ったりしたら大変だから、トラクターも買わなきゃダメだって、最低、いや中古でも最低でも100万とか、一輪管理機新品だら20万とか30万とかするから、あれもこれもっていくとかなりお金かかっちゃうから、小さく始めて少しずつ大きくしていくっていうことをやってほしいなと思います。その一歩としてプランター1個からね始める、鉢1個でもいいのよ、ね、それから始めるっていうのをやってみてほしいなって、そういう年にしてほしいなって。で俺はその方向に切り替えます。もう経験はあるから、種も持ってるものあるから、それでやっていこうとね
思っています。でそういう方向で、自分の知識を供給していきたいなと思うんで、まあ確かにやばいなと思う方は、俺の YouTube のチャンネルでチャンネル登録してお付き合いいただければなと思います。今年はそういう方向性でやっていこうと思います。まああとは俺農業以外にもいろんなことやってるから、それらも動画にしていこうかなと思うんで、なんとかよろしくお願いします。